はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、まあ本題へ行く前にね、ちょっとね自分なりに、前回ご紹介したね、グランジスタの、ゴジータ、あちらをねちょっとね自分なりにちょっと墨入れとかしてね、変えてみたんで、それをねちょっとご紹介していきたいなと思います。はい。一応ねこういう感じで、まあ何を変えたかって言ったら、墨入れをしただけです。はい、特にシャドウを拭いたりとかも全然しない、ただ墨入れをしただけですね。それだけでもめっちゃかっこいいわこれ。もうね情報量が増すね、やっぱ墨入れすると。いやーもう墨入れしただけでも全然情報量が違う。これはね、ほんとね、するとしないとじゃ結構違いますね。いや、かっこいいなぁ。まあね、最初髪の毛はやらないようにしたんですけど、髪の毛もちょっと入れたらね、入れたらで結構、やっぱ、こうね、なんか協調性が増したっていうかね、よりなんか、立体的に見やすくなったかなと思いますね。で、一応ね、お腹の部分とかね、よーく見るとね、すごい鳥山明先生のね、絵のタッチみたいな、こういうね、ちょっと細かいね、こういうちょんちょんっていうね、筋があるんですよ。これはね、自分は今までね、ペンタイプの墨入れを使ってたんですが、今回ね、ちょっと別の墨入れをね、はい、別の墨入れを使いました。それがね、こちら、タミヤから出てますね、墨入れ塗料っていうね、ほんとね、こう、ほんと、多分ブラシ状のやつ。これをね、普通にこういうところに垂らすんですよ。そうするとね、毛細管現象って言ってね、勝手にバーって広がっていくんですよ。こうやってジャーって溝に沿って勝手に流れ入っていくんでね、それを利用するとね、今まで見えなかったね、こういう本当に細かいね筋とかにも入っていくんで、あ、ここでやっと初めて気がつくんですよ。あ、こういう数字も入ってたんだってね。確かに漫画の絵のタッチとかもね、ありますよね。こういうね、ちゃちゃちゃって細かい数字とか、そういうのもわかるんで、結構ね、こう流しタイプの、墨入れ、これ結構おすすめですね。今までほんとペンだけでやってたんでね。で、顔はね、さすがにこっちでやると一見ベチャーってなっちゃうんでね、顔は一応デリケートに、ペンで、なぞりましたね。一応ここ眉間のシワとかね、あとここら辺の方の線とか、そこら辺はねちょっとペンタイプで、カキカキしました。はい、いやそれだけでもね、もうシャドウ俯瞰でもいいぐらいのもうね十分な出来ですね。もうはっきり言ってもこれはね毎日見てますね。これ飾ってつか、もう目の前に置いてね、毎日見える位置に置いてますね。かっこよすぎなんだよなこれ。グランジスタの中でも一番俺好きやわこれ。毎日見ても飽きないもんね。いやかっこいいわ。はい、ということでね、一応ねちょっと自分の、これね墨入れの、使い方っていうのを教えましたが、ではね、タイトルにもある通りね、ちょっと、視聴者さんからね、前からねリクエストあったんですけれども、
ガレージ、海外のガレージキットの買い方っていうのをね、ちょっとご紹介していきたいなと思います。はい、ではこちらへどうぞ。ですね、結構ね、前から、リクエストがありました、海外のね、ガレージキットの買い方っていうのをね、ご意見でねいただいてました。はい、それについてね、今回は、ご紹介していきたいと思います。一応ね自分が、今開いているページは、まあ、フリマアプリが入っているような、カテゴリーなんですけれども、そこにね、オレンジ色のやつがあると思います。はい、これがね、俗に言う、中国版アマゾンみたいなね、タオバオっていうね、お店です。ネットショップ、はい、こちらをまずこう押します。はい、ページ開きますね。はい、でそうするとこういうような、画像が出てきます。はい、で、まあね、一応ドラゴンボール、ドラゴンボム、ドラゴンボールを、ガレージキットで検索する場合は、自分履歴がね残っているんで、一番下のね、結構いろいろありますが、その中でね、ホカゲ GK っていうやつの下に、なんとか玉 GK ってありますけど、これでドラゴンボールなんですよ。これを中国語に直して変換して、やってるんで、はい、これをね、押します。そうすると、こういう風にね一気に、ドラゴンボールのガレージキット、に関するものがいっぱい出てきますが、結構ナルトもヒットしてますね。はい、まあここら辺を押すと、もうベジータのね、等身大のベジータフィギュア、これすごいよね。こんな段ボールに入ってね、ライトアップ機能をついて、バストアップ、これも変えられるみたいですね。うん、こういうのなんかもね、変えるみたいです。まあでもこれはめちゃくちゃ高いですよ。確か50万ぐらいするのかな。うん、5、60万はすると思います。なのでね、どんどんスクロールしていくと、まあいろいろ出てきますね。うん、まあここら辺ローゼね、はい、これは新発売ですね。うん、まあこういったね、うん、かっこいいじゃないのっていうね、うん、こういう感じで、はい、まあ、実際はねなんか、値段書いてありますよね。1000円、2188円とか。これは全く、関係ないと思ってください。あのね、なんか変な風に変換されてるんで、1000円で買えんじゃんとか言うんじゃないです。はい。で、下にもね、GPY って小さくあるんですけど、これはジャパン円っていう訳なんですけど、まあそれでも16,242ってありますけど、これもほぼ関係ないです。16,242円で買えるってわけじゃないです。はい、まあ、ほとんどね、元で、計算しなきゃいけないんで、そこら辺結構勘違いしてね、注文しちゃう人もいるんですけれど、まあ、実際はね、それの約3倍ぐらいはかかりますね。はい、でまあ、こういうね、ブロリー。これは MRC 製ですかね。うん、で、まあ、こうやってスクロールしていって、結構ね、あの、新しい新作のものとかもね、ありますね。こう、ブロリー。劇場版ブロリー。これもすごいね。あるんですよ。めっちゃそそられるものがいっぱいあるんですよね。うん、
ね、この有名な爪製のベジータ、こちらは多分偽物だと思いますね、多分今もう普通に買えないと思います。これは多分コピー品ですね、こういうのにも引っかからないようにっていうのが結構自分で調べてやんなきゃ痛い目を見るよっていう感じですね、ファイナルフラッシュベジータで、胸像ですね、悟空の胸像、すんげーいっぱい大量生産こんなできんだなっていう話ですよね、いやいいね胸像も。こういった具合でね、まあこう見ててね、皆さんもなんかあいいなっていうのが多分あると思います。はい、まあでもねこれは本当中国語しか対応してないんで、自分でやり取りするのが本当難しいと思います、言葉が全然通じないんでね、そこら辺ちょっと厳しいと思いますね。じゃあどうすればいいんだっていう話なんですけれども、まあ、その前にね、ちょっといろいろ他の、やつも見ていきたいと思います。おかげ GK っていうのは、ナルトの略です。はい、おかげ GK でやんとこうやってナルトのフィギュアが一覧でバーって出ますね。こういう感じでね、いや結構そそられるな、思わずポチりたくなるんですけど、めちゃくちゃ高いですからね、はい、いやいいんだよな。で今ね、その前にワンピースを見ていくと、こういう感じで、そのゾロが好きなんでね、これ結構欲しいんですよ、このゾロのなんかねファッショナブルな衣装を着たゾロ、これのおにぎりにかっこよさそうなんだよな。まあこういう風にね、ほんといろんなメーカーから出てます、はい、ちなみにね、本当の版権を持っているのは爪だけです、はい、爪シャーだけですね。それ以外はほぼ、無版権みたいな感じですね。まあそれは個々の、責任ということで、購入してください、あとね、実は自分がね今ね本当欲しいのがね、ブリーチの、黒崎いちご、はい、あれのこれ、1分の1の胸像です。でこれはね、ちゃんと版権を得ている爪写生、はい、爪のやつですね。いやこれめっちゃ欲しいんですよ、出来がすごいでしょうこれ半端ないっしょこれ、これが等身大ですからね、胸像でも。くわこれクオリティ高いわ。で一応ねちょっと見積もりをしたら15万以上はしますね、15万以上じゃねえか、30万か、30万だ、いや30万ぐらいしますねこれ、とても手が出せるようなもんじゃないです、はい、じゃあね早速ね本題ですね。まずどうやってここのねタオバオと、やり取りするんだっていうのはもうほとんど代行業者に頼むしかないです、仲介業者ですね、間に入って、やり取りを代わりにやってもらうっていう会社なんですが、それをね今ご紹介しましょう。
はい、こうやってね、一応タオバオ代行っていう風にね、検索するとバーって一覧が出ます。はい。で、まあタオバオのこの比較ナビっていうの、こちらはねすごい細かく書いてあります。こうやってアップするとね、当日のレートプラス1円とかね、為替レート。まあ、タオバオ新幹線が結構いいですね、自分的には。で、EMS とかそういうのは、国際郵便です。はい。最初の 500g が90元で、それ以降が20元プラスですよっていうことね。はい。で、代行手数料も書いてあります。9000円以下が980円プラス税と。で、9000円以上が 9% プラス税。代行手数料が結構ね、肝になってきます。結構踏んだくられたりするんで、ここら辺はね、この代行比較で、調べてください。皆さんでね。あとね、備考欄が書いてあるんですよ。これね、すごい親切なサイトなんですけど。一応ね、長所短所は書いてあるんですよ。それぞれの代行業者の。はい。まあ、それもね、こうやって一覧でバーってやってるんで、まあ、これをね、皆さん、目安に選んでください。で、まあ、ちなみに、タオバオ新幹線を押すと、はい、こんな感じでね、ようこそタオバオ新幹線へってなるんですよ。で、まあ、ここに、まあ、キーワードを入れるより、今の、さっきのはね、新しくね、ホームページをリニューアルしたみたいで、ちょっと自分もちょっと勝手が分からなかったんですけど、今ちょっと旧ページ、前のね、ページにしました。そうするとね、すぐタオバオ新幹線って書いてある右側にね、タオバオ商品の買い付けを依頼するというところがあります。これをね、こう押すと、買い付けのご依頼フォームっていうのがあります。ちょっとね、今ね、自分の住所とか一覧がね、全部載っちゃってたんで、今、カットしましたが、まあ、こうやって下にどんどん行くとね、ご注文内容とかね、フォームにてご注文の方ってあります。商品 UR っていうのを入れることによって、まあ、さっきのね、タオバオで気になった商品があったら、そこのページをクリックして、その商品の一番上にあるね、UR を、まずコピペするんですよね。コピーして、こっちの商品 URL にペーストすると。で、色は、ここは空白でいいです。サイズも空白。で、数量だけ、まあ、一つだけ欲しかったら一つ。で、備考欄も特に、なければ、そのままでいいです。まあ、日本語で大丈夫です。全部。こう下に行って、で、配送方法っていうのがあるんですが、商業じゃないし、船便でもないんで、EMS 個人輸入っていうことなんで、この EMS にタップする。はい。で、確認画面行くと、手続きが、完了するという流れですね。はい。まあ、なので、タオバオ新幹線が一番いいかなとは思いますね。はい。あとね、タオバオ以外の買い方はどうしたらいいんだっていう方法を、ご紹介します。はい。一応ね、自分の別の、カテゴリーの方に、あります。真ん中のね、地球儀のマーク。こちらがね、世界門っていうね、有名な海外サイトです。こちらはね、日本語にほとんど対応してます。はい。なので普通にね、ここでドラゴンボールと検索するだけで、ドラゴンボールのねフィギュアがいっぱい出てきます。で、左上に国旗がありますが、どこで販売されているかっていうのもわかりますね、うん。まあ、今はねちょっとダイレクトにドラゴンボールって入れたんですんごい29万件もヒットしましたが、まあ、ここでもね GK って入れましょう。はい、そうするとね、一応ガレージキットの、まあ、タオバオほどじゃないですが、販売してます。はい。これはね、普通に日本語でやり取りできますんでね、もし本当にめんどくさい
仲介業者もめんどくさいなっていう人はね、世界門を利用したらどうかなと思います。ただ商品数は少ないので、タオバオであってよいいなと思ったやつはこっちではないっていうのは結構ありますんでね、はい、で今もね、GK で調べたら本当この1ページしかないですね、はい、うん、であともう一つをご紹介しましょう。はい、もう一つがですね、この一番上の真ん中 eBay ってやつですね。こちらも、海外サイトです。こちらもね、ちょっと日本語はあんまり対応してないですね、うん、まあ全くでもないんですけど、普通にね、まあ、ドラゴンボールでこう検索しても一応ヒットするにはヒットはするんですよ、はい、こうやってね、うん、ただちょっとね、通じづらかったりすることがあるかと思いますね、はい、まあ、これでも一応 GK で調べてみましょう。GK ではヒットしないですね、はい、なので eBay は eBay でちょっと面倒かもしれないですね。仮に普通に英語で入れてみましょう。英語で入れるとヒットするんですよなのでちょっとね、日本語はちょっと難しいかな、うん、最低でも英語ちょっと翻訳機でもいいんでね、やれればと思います。まあ、それでもタオバオほど、やっぱ品揃えはないですね。うん、まあ、こういう感じですかね、一応ね。まあ、これは5ページぐらいありますね。うん、なので、一長一短あるかと思います、それぞれね。まあ、お好みのものを探してはどうでしょうか。はい、ということでね、今回は皆さんがねちょっと疑問に思った、ものをね、ちょっと自分なりに、ちょっと教えたいなと思ってね、ちょっとご紹介させていただきましたがね、ちょっと分かりづらいなって多分思ってると思いますが、そういう場合はね、まあコメントください、はい、まあ、自分なりにできる限りね、一応フォローはさせていただきたいと思います。はい、ということでね、まあ今回は、これにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。